2位大谷翔平、防2.7、投手 1.5、野手 1.2。1位ヤクーニャジュニア、防2.8、41試合、344、9、25、オプス 1.024、2位大谷翔平、防2.7、5勝1敗、53回、防3.23、40試合、303、9、29、オプス、932、3位セミエン、防2.6、41試合、297、7、34、オプス、861、1115位藤波慎太郎、防マイナス、1.4、1勝4敗、23.2 回、防12.17、めっちゃ調子いいわけじゃないのにどんどん積み上がってくんだから叶わんわ。この辺が天井なんだろうな。もうこれ以上劇的に伸びしろないだろうし、あとは落ちていくだけか。結局二人分働いてるのに人外な数値は出せなかったか。投打ともに超一流なら58プラス58で、56くらいいくってのが二刀流の完成形だからな。大谷を超える選手は今後出てくる余地は十分にあるな。投手や DH で58いった選手が近年おるんか？バーランダーやカーショーのキャリアハイが8台やな。大谷はせいぜいギリ規定しか投げられないから無理やな。もしかしてこれ投手として中途半端に頑張るより、普通に足として守備で貢献する方が価値あるんじゃない？言うて守るとしても両翼やローから投手分ほどの上乗せはないし、多分この起用が一番稼げる。今年は大谷の最高、限界が見られるってこと？高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。